正四角錐最初のジョンソンの立体。三角高王低球形屋根丸等。最後のジョンソンの立体。ジョンソンの立体、またはザルガラーの多面体とは、正突面多面体のうち、正多面体、半正多面体、アルキメデスの角柱アルキメデスの半角柱以外のもの。正突面多面体とは、すべての面が、正多角形で、 全ての辺の長さが等しい凸多面体である。なお、ザルガラーの多面体は、正突面多面体の意味で使うこともある。ジョンソンの立体は全部で92種類ある。正多面体以外のデルタ多面体、ミラーの立体も含む。正多面体、半正多面体のリストアップは、比較的簡単だが、ジョンソンの立体のリストアップは簡単ではない。 1966年、アメリカの数学者、ノーマン・ジョンソンが全92種を記した一覧表を発表し、それぞれに番号と名前を与えたが、これで全てだとの証明はされなかった。3年後の1969年、ビクター・アブラモビッチ・ザルガラーがコンピュータを駆使して、この一覧表が完全であることを証明した。面の種類は、一種類のものと複数種類のものとがある。 面の種類は、正三角形、正方形、正五角形、正六角形、正八角形、正十角形の6種類のみである。この性質は、半正多面体にも共通する。これらの面は、正多面体は持つ3種類の面と、それらの辺の数を倍にしたものである。正六角形、正八角形、正十角形の中では、最大1種類しか使われない。また、 正に N 角形が使われているときは、正 N 角形も使われている。これらの性質は、反正多面体では成り立たない。対称性は、サイクリックか自ヒドラルである。これらは、正多面体や、反正多面体のテトラヘドラルや、オクタヒドラルやイコーシヘドラルより低い対称性であり、例えば回転対称性については1本か2本しか、軸を持たない。なお、 アルキメデスの角柱やアルキメデスの帰り図の柱の対称性はジヒドラルである。番号と名称はジョンソンによる。N 番目のジョンソンの立体を JN と書く。ありがとうございます。